赤ちゃんのお肌触るんじゃないのみたいな。さっ、おそんなしつかいこと待ってないよ、俺も優しく触っちゃおうかなって。結構フォアにループされた時に対して僕結構カウンター結構自信あるんで、結構低くても結構持ってっちゃったりとか、やっぱりそれでも自分がこの早くそこの場所に行けなくて、どうしてもこの低かったりとかした時、ボールに対してちょっと回転をかけてあげる。ゆなちゃんの肌サッって言った時に、まあ、ゆなちゃんは僕の娘の名前なんですけど、自分の娘の肌を触れてあげる形で優しく、そうすると相手も優しく返してくる。相手のバックサイドに行くと回り込もうとしてもちょっと詰まってくれたりとか、ちょっとシュート系なんで後悔せれないです。ちょっとこう相手もこう優しくこう返してくれるんです。そしたらもう終わりっす。相手のコートのどこを狙うかってすごい大切にしてるんですよね。ネットスレスレで相手の卓球台の真ん中に落としてあげるイメージで、深いところやってしまうとやっぱりそのフィーリングが熱くなってしまうので、ポコンだともうその時点で球が死んじゃうんですよ、相手のコートいったら。内側を結構ね、結構薄いんですよ。これ結構薄くないとダメで、このガツッってなってしまうと、その分相手の回転に引っかかる可能性もあるし、そのなんだろう、オーバーミスしてしまう。もうイージーですね、もうイメージ完璧っすもん。相手がループしてきました、まずはチャンスボール、あ難しい、優しく赤ちゃんのほっぺ、相手もこう、チャンスボール、あ難しい、優しく赤ちゃんのほっぺ、相手もこう来て、ハハハハ。